ちは、高橋優です。今日は嬉しいことがあったんですよ。ちょっと晩ご飯作りながらお話ししますね。今日は作るご飯はいつもゼンが好きなクリームシチューみたいなのがすごく好きなので、クリームパスタ、このグルテンフリーのパスタが売ってたので、このペンネを使ってグルテンフリークリームパスタを作りながら、なのでこれちょっと、レシピを紹介というよりかは話したいことがあるので、そっちメインでお届けしますね。皆さんよろしければ最後まで見ていってください。それでは始めていきます。とにかくね、野菜を切りながら、そうですね、私が前世を産んだのは2020年の1月28日で、まさにちょっとそのコロナ禍というのが始まった当初だったんですよ。コロナっていうのが流行ってるんだっていうところから、産院で入院しながらも、あれあらら、ら客船でクラスターっていうのが起きたんだっていうところから始まり、そこからなんかやっぱりこう人と人がなかなか会えないっていう時期が続いたのもあって、前世が生まれて保育園に行ってからもう本当にママ友っていうのができなかったっていうか、できる機会が本当になかったんですよ。で、保育園だったり今預けてるスクールでも会っても本当にこんにちはって挨拶するぐらいだったり、なんか時期も時期で、あ、これママ友できないまま時が流れていくんじゃないかなってちょっと半分諦めてたんですよね。なんですけど、今日初めてスクールのママ友とランチに行ってきました。あー、本当に嬉しかった。私入れて、合計3人でできたんですけど、きっかけもインスタグラムとかブログには書いたんですけど、私がロケでちょっと地方に行っていて、で前世スクールに預けてて、帰り道にものすっごい渋滞にはまっちゃって、なんと先生のお迎えが間に合わないっていう風になっちゃったんですよ。やばいってなって、どうしようどうしよう、誰に頼ろうってなって焦ってたんですよね。その時に前世と同じ誕生月生まれの1歳上の男の子がいるんですけど、そのママとスクールの誕生日会のこともあって LINE でつながってたんです。本当にそういうみんなで誕生日会の相談とかしてる感じで、もちろんプライベートでまだご飯とか行く仲じゃなかったんですけど、そのお母さんがいると思って、もうダメ元でもう無理も承知で、すいません実はちょっと渋滞にはまっちゃって、どうしても前世のお迎えが間に合わなくて、もしもできれば迎えてもらうことってできますかって聞いたんですよ。そしたら、行くよって言ってくれて、絶対に晩ご飯時ですごくバタバタしてただろうし、もうお風呂入れたりとかもあって、絶対に間違いなくバタバタしてないはずなのに、自転車で迎えに行っちゃいますねって言ってくれて、うちの子も喜ぶみたいな、そんな温かい言葉までかけてくれて、お迎えに行ってくれたママがいたんですよね。本当にもう恩人なんですけど、すごく感謝してて、いつかお礼させてくださいみたいなこと言ってたんですけど、で逆になんか気軽にランチ行こうっていう風に言ってくれてて、それで今回そのママとすごく仲いいんだ、その子も同じスクールのママ3人でランチが実現したんです。嬉しかった。なんか、ちょっと緊張したけど、どちらかというとすっごく本当に楽しみで、ちょいちょいスクールとかスクールの行事で会ってはいたので、カジュアルなお母さんたちだから楽しいだろうなと思ったんですけど、気さくで優しくて楽しくて明るくて、なんかめっちゃ嬉しかったんですよね。私が前世預ける前より、ずっと前からそのスクールに預けてるママたちだったんで、スクールのことだったりとか、いろいろ地域のこととかもいっぱい教えてくれて、すっごく楽しかった。本当はなんかお礼というのも込めて、なんかこうなんかお土産とかも持っていきたいなと思ったんですけど、バタバタしてて買えてなかったんですよね。だからで行ったんですよ。そしたらもう本当逆にママたちがお土産くれたんです。かぼちゃ切ってから見せる。嬉しいよね。ありがたいよね。食材は今切ってるだけだから。ママ友の旦那様のご実家でしか買えないっていう、そこの産地で取れるすっごく美味しい卵をいただいちゃったりとかも、前世も私も卵が大好物やから、もうめっちゃ嬉しくていただいちゃったし、もう一人のママからはなんか旅行のお土産と、そのママがめっちゃおしゃれで、めっちゃ可愛くない、この手の
アクセサリー置きっていうのかな、ここに指輪かけても可愛いし、ネックレスタラーンってかけても可愛いじゃないですか。こんなハイセンスなプレゼントをくれてる、いや私お礼どころか逆にまたもらっちゃったっていうママ友っていうのがずっと欲しかったっていうのもあるのはもう反面あったんですけど、その反面なんかママ友って本当に仲良くなれるものなのかなって不安に思ってる自分も正直いたんですよ。なんか人見知りやし間違った気遣いやしだからね、もじもじしてたんですけど、もうママ友ってなんか言っていいのかな、ママ友ができました。うん、めっちゃ嬉しい、本当に嬉しいです。私今それを早く報告したかったんです。それだけのために今は動画を回して、もう報告したからいいかなっていう感じなんですけど、話も合うし、やっぱりなんか子供の話、習い事とかもそうだし、なんかいろいろなんか相談、これから育児の上で相談をそうし習わせたいこと、あとなんかはね教育方針だったりもそうだし、それだけじゃなくてなんか普通になんかその私たちの将来の中で、ね、こうしていきたいとか、どこに住みたいとか、そんな話もできたりとかして、本当に楽しかったな。早く前世に報告したい。初めて行ったそのママ友のランチの場所が、すごいカジュアルな、本当にあの地元の方がやってるあの中華料理屋さんだったんですよ。香港かな、香港の方がやられてるカジュアルな中華料理屋さんだったんですよ。それもまた良かったんです。すごいカジュアルだし、なんか気も使わないようなお店だったっていうのもあって、めっちゃ美味しいんですけど、それもすごく良かったなって。またみんなでランチ行きたいです。持つべきものはママ友って、前にスクールに代わりに迎えに行ってもらった時に思ったんですけど、改めて今回もすごくそれは思ったんで、なんかこれからも友達関係築いていけたらいいなっていうふうに思いました。報告はここまでなので、料理を完成させたいと思いますが、その前に前世を迎えに行ってきます。はい、ただいま帰ってきました。けんちゃんお帰り。前世はティティポってアニメがすごい好きで、ティティポの歌を歌ってます。どうした、本当はね、マネーカーがいたんだけど、いいや、全然煮込むからいいや。何やって全部する、全部茹でちゃおうか。食べれるよね、明日も。ティティ君、おかえり。あ、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 グズ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 、危ないよ、そんな。おかえり、こんにちは。Hello. Hello. ちょっと火が通ったら、ここに鮭を投入しちゃいます。鮭も軽くこう焼き色がついたら、もう牛乳入れてちょっと煮込みます。はいはい、ママ、てんちゃん、もう型崩れしてもそれはそれで美味しい。ここに入れるの、うわ美味しそう、うわ美味しそう、うわ美味しそう、見て、おいしそうじゃない、すごくおいしそう。これで煮込みます。ちょっとね、少しだよ、少しだよ。美味しいね。おいしいですね。今日もお疲れ様でした。ママ今日ね、前世のお友達のママとご飯行ったんだよ。めっちゃ嬉しかったよ。前世のことみんなね、愛してくれてるんだって。みんな前世のこと好きって言ってくれてたよ。全部みんなのこと大好きだよね。ね、いいお兄ちゃんたちだね。あとじゃあちょっともうすぐご飯できるから待っててな。パンパンになったから2つに分けましたが、茹で上がったパスタ混ぜてちょっとなじませれば完成。ちょっとだけ味噌入れました、味付けに。さあ全くん食べてくれるかな。多いかな。まあ、ここは残したら私が食べて完成です。こんな感じ、私も同じの食べます。これにチーズが大好きなんで、このクリーミーなパスタにさらにチーズを振って、うわ美味しそう、食べます。いただきます。先生食べよう。おいしょ、気をつけてよ。顔を置いて手を合わせてください。いただきます。おいしいですか。人参ばっかり選んで食べそうな予感だね。お、いいね、スプーンに置いて。フォーク使って。フォーク使ってください。ブロッコリーから避けてんだけど。これグルテンフリーだからね、なんかちょっと嬉しいね。ちょっと私も味見してみるね。いただきまーす。いける？
うん、グー。食べたいの？人参が食べたいね。全部あげるよ、人参。先生、マカロニも食べてごらん。美味しいから。うん、グルテンフリーって感じしないね。しっかりパスタ食べてる。うん、チーズ美味しいよ。全部チーズかける。前は乳製品大好きで、チーズも大好きだね。おやつにしょっちゅうチーズ食べてるから、チーズかけたら喜ぶと思う。チーズかけたらなお美味しいね。こうしてね、前世のおかげでご縁がこうできたり、こういう嬉しい経験させてもらうので、本当に前世に感謝です。先生ありがとう。ということで今回は、ちょっとご飯の用意をしながら、私がすごく嬉しかったママ友との食事を報告しました。報告できてよかったですなんか伝えたかった。多分私と同い年ぐらいの子供がいるママはママ友と できる機会ないなって思ってる方多いと思うんですけど、ママ友っていいですよ。なんかすごく居心地よかったです。ということで、私からしたら見てくれているママの方は私にとってはママ友なので、引き続きコメントとかくださいね。一緒にいろいろ発信していけたらいいなと思います。ということで、今回のこの動画ちょっとでも良かったなと思ってくださった方は、チャンネル登録と高評価ボタンをよろしくお願いします。そして、ブログとインスタグラムとツイッターもやっておりますので、そちらもぜひ概要欄から遊びに来てください。それでは、また次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。バイバイ。バイバーイ。